書写山のふもとの竹林の中に姫路市書写の里美術工芸館はあります。自然に親しみながら美術工芸を学び体験できる施設として1994年7月に開館しました。今回の姫路の広場では姫路城世界遺産登録30周年を記念して開催されている特別展をご紹介します。まずは佐々木館長に館の特徴を伺いました。後ろには焼き物がユーモラスな表情で出迎えてくれていますが、はい、これは泥仏と言います。この近くの姫路市六角出身で奈良にあります東大寺の最高位の僧侶であります別当を務めました清水光照氏が制作したものです。平成11年に亡くなるまで初代名誉館長でもありましたので、当館で作品を所蔵しておりまして、光照氏が絵付けを行いました壺や皿、書画なども順次展示しています。他にはどんなものが見られるのですか？はい、2階の工芸工房では週末を中心に職人さんの実演もあり、駒や張り子の絵付けも体験していただけます。甲冑師の技を受け継ぐ明珍火箸風鈴、柔らかな風合いと繊細な柄が美しい姫川細工、めでたい縁起物として知られる姫路駒、瓦型を使って保護紙を材料とする姫路張子、美醜ヒノキで香りの良い姫山人形などもご覧いただけます。そんな姫路市書写の里美術工芸館で開かれているのは秋季特別展、姫路城世界遺産登録30周年記念、姫路城ゆかりの工芸、開用200年の東山焼、琴穂木の高砂染めを中心にです。会場には江戸時代の東山焼や明治時代の永世社などの焼き物、縁起物の布と言われている高砂染めなどが展示されています。学芸員の岡崎さんにお話を伺いました。東山焼とはどのような焼き物なのか教えていただけますか？はい、姫路藩は大きな借金を抱えておりまして、73万両の借金をどのように返すかというところで活躍したのが姫路酒井家4代にわたって使いました河合寸能という人物です。この河合寸能が徳川家家斉の清姫を姫路藩の次期藩主のお嫁さんとして結婚を成立させるんです。この文政5年に成立した婚約のために姫路藩は特産品をたくさん作って姫路藩の生産力、文化力の高さを世の中に知らしめました。その一つが銅山焼きで、河合寸能は木場港から近い東山の高禅寺山にあった釜に目をつけ、藩の管理下において磁器生産に乗り出しました。その東山焼きにはどういった特徴があるのですか？はい、当時最先端の技術であった磁器生産を試みまして成功し、こういった白いボディに青い顔料で絵付け模様を描いた染め付けと釉薬と呼ばれる上薬の中の鉄分を調整することで青緑色に発色する青磁と呼ばれるものを中心に調整しました。焼き物には人体の体になぞらえて首や耳や胴や腰といった部分の名称をつけるんですが、取っ手のことを耳と言います。あ、そうなんですね、耳。はい、中村さん、この耳何か特徴お分かりになりますか？姫路市の旗のマークですよね。さすがです。こちらは姫路城が別名白鷺城と呼ばれて、その白さを誇ったことに特徴を得まして、姫路藩独特の図柄として鷺の耳の形をデザインしたものなんです。
この東山焼きにはどのような特徴があるのですか？はい、こちら燭台といいまして、ろうそくを立てるための専用の台なんですね。特にこの度のこちらのものは福禄寿といって、コウモリの中国読みの福、鹿を六、ことぶきの字を3つ合わせて大変おめでたい図柄になっているものです。そしてもう一つ向こう側に一対であるのが青磁と言われる爽やかな青緑色の焼き物なんですが、こちらも橘の模様をヘラで掘り出して表現をしています。こういったものは伊万里焼きの磁石を海を渡って輸入しまして、そういったものを使って職人さんもですね、京焼き、肥前陶工、各地のとても技術のある人たちを呼び寄せて超一流の焼き物が姫路藩で作られました。しかし東山焼きは1841年に河合寸王が没したため、藩の保護が次第に弱まり、1854年から60年の安政年間には御用を解かれ、その後は有力豪商らによって窯は存続しましたが、長くは続かず衰退していきます。職人さんたちはたくさん残っていますので、東山焼きの職人、それから明治時代になって仕事をなくしてしまった藩士を集めまして、松村時政という役人の方が肥前の国からやってきまして、衛生者を設立しようと奔走するんです。で、そこで作られたものっていうのは基本的には型を使って海外へ輸出しようと試みて、明治10年頃に始まったと言われています。ですので赤や緑や黄色やピンク、青、さまざまな色を使った色絵に金色を施して、赤い金彩の非常に華々しい賑やかなお花がたくさん描かれたものが作られていきます。そしてぜひともご覧いただきたいのがこちらです。これほど大きな一対の衛星者というのはなかなか残っていないんですけれども、こちら桜の下の鹿、そして今まさに見頃を迎えようとする紅葉の下の鹿ということで一対の花入れなんですね。こういったものっていうのは日本国内のみならず、こちらはヨーロッパで見つかったものと聞き及んでおりまして、全国のみならず世界中に日本姫路にゆかりのものが残っているっていうのはまだまだワクワクするなというところなんですね。衛星写と同時期に白露星と銘の入った落ち着いた色合いの時期も数多く確認されています。1881年に開催された第2回内国勧業博覧会に衛星写と姫路監獄文書の画稿が出品し、相当数の投稿、画稿名が記載されていることから、作品は姫路監獄文書で作られていた可能性があります。今回出展されている焼き物の多くは鉄原堂コレクションです。その数は73件にも上ります。鉄原堂と名乗っておられますけれども、お一人の方がお生まれになったのが東山焼きが最初に焼かれた東山の近くだそうで、またその後に東山焼きが移った男山の近くで、幼少期を過ごされたということで近しい気持ちを感じられて東山焼きを、そして衛星写を集めるようになられたと伺っております。当館はですね、こういった展覧会を毎年開催しておりますが、多くの方にご協力をいただいております。100年200年ずっと昔のものが今見られるって奇跡なことだと思うんですが、それは当時作った人、大事に使った人、伝えた人、知りたいと思って見に来てくださる方、多くの方に支えられて成立しているものですから、本当に感謝と尊敬の念に絶えません。今回の特別展には焼き物以外にも様々な姫路城ゆかりの工芸品が展示されています。あ、
すごいたくさんの布が展示されていますが、こちらはどういったものなんですか？はい、こちら何が描かれているか分かりますか？探してみてください。はい。あ、ほうき。正解です。こちらがですね、竹ぼうきと熊手で留守模様と呼ばれるものなんですが、はい、何かを留守にして物語を表現しているんです。実は姫路藩にはかつて現在の高砂市にある高砂神社も藩領の中に含まれておりまして、その高砂神社には相生の松という大変有名なおめでたい松があります。で、その相生の松にまつわりまして、上と乳母、まあ、おじいさんとおばあさんが熊手と竹ぼうきを持っていて、その2人は大変仲の良い夫婦の象徴なんですね。ですからこの熊手と竹ぼうきがあると、それだけで、あ、高砂の図だ、おめでたいなっていうことがわかるんです。特にですね、最近は大奥に勤めた滝山という総取締役のトップレディがいるんですけれども、滝山の日記に姫路藩から高砂染めを送られた、姫路川を送られたという記述が何度も出てきまして、はい、そうなんですね。そうなんです。地元の特産品を使ってアピールするというのは大変大事なことです。そういったものの主戦力として高砂染めが活躍したということが分かってきました。姫路は古くから白なめし革の産地として知られてきました。姫路の革細工はこの姫路特産の革を用いて製作したことに始まります。姫路革細工は鎖国期間にヨーロッパから輸入した金唐革の影響も受けて発展し、装飾性豊かな文庫やタバコ入れ、バグなどが作られてきました。こちらが大注目の品物なんですが、はい、煽りと言いまして、バグなんですね。あの、馬にまたがる時の泥よけになるんですけれども、注目していただきたいのは雲の部分なんです。はい、姫路の川のすごいところは、市川の水と太陽の光、そして菜種油と塩だけを使って職人の腕でなめすという技術を用いて、これほど何百年も持ちこたえられる美しく丈夫なものに仕上げることができるんです。で、白くなめすことができるからこそ、そこに赤い漆を彩色することができる、色をつけても色が映えるということがわかるんですね。こういった白なめしの技術というのは、当時から形を変え技術を変えて今にも伝わっている姫路の代表的な産業の一つなんです。岡崎さん、はい、今回の特別展、姫路城ゆかりの工芸を多くの方に見てほしいですね。はい、この12月に姫路城世界遺産登録30周年を迎えることをきっかけにして、この展覧会を開催しています。姫路城をご覧になられましたら、その勇壮さに感動していただくだけでなく、その姫路城にまつわるさまざまな思いが込められた工芸品があること、東山焼、高砂染め、姫路川、針真鍋、姫路木綿、その他たくさんのものがあるということをぜひ知っていただきたく思います。ですからぜひ当館姫路市書社の里美術工芸館へもお越しいただければと願っております。